本とインドの代表するビジネスマンの皆様が日印の経済の現在と将来に向けてのビジョンについて共同報告書を取りまとめ提出をしていただいたことに対しまして歓迎したい、感謝申し上げたいと思います。モディ首相とはですね、今回の首脳会談、昨年のモディ首相の訪日、そして今年に入りましてニューヨークでもクアラルンプールでもあるいはパリにおいても会談を行ってきたところでございますが、もう10年20年前から知り合いのような関係になってきているわけであります。私の考えは、強いインドは日本のためになり、強い日本はインドのためになる、これは基本的な考え方であります。普遍的価値を共有し、そして戦略的な利益も共有する、アジアの二大民主主義国が共に手を携えて発展をしていくことは、地域の平和と繁栄、そして世界の平和繁栄につながっていく、こう確信をしています。この確信はモディ首相と全く共有するものであると思います。ただいまのモディ首相のお話からも、経済においても日本とともに力を合わせていくことがインドのために間違いなくなる、そして日本にも大きな利益をもたらす、この確信が伝わってきたところでございます。インドは現在日本にとってもまさに魅力的な注目すべき投資先であります。昨日のフォーラムを通じて、また今日のモディ首相の話を伺って、日本のビジネス界の皆様も強くそう感じたのではないかと、このように思います。投資が成功することによってさらに投資を呼んでいくわけでございます。そういう意味におきましても、両国の連携が極めて重要であろうと思います。モディ首相と私の共通点は、政策を実行していくスピードであります。スピードを大切にしている。モディさんのスピードはですね、新幹線並みのスピードでありますが、なぜ新幹線並みのスピードといったかといえば、これは確実に安全に人々や物事を運んでいくことができるということでございまして、今後ともお互いにスピード感を持って日印関係を、そしてビジネスの関係を、経済関係を前に進めていきたいと、このように思う次第でございます。本日のこの会合、そして昨日の会合によってですね、両国のビジネス関係がますます緊密となり、両国の経済に大きな貢献をしていただくことを期待いたしまして、私のご挨拶とさせていただきたいと思います。この後モディ首相と首脳会談を行いますが、今日の首脳会談によってですね、日印関係が全く新しい次元に入っていく、そういう日印のこの首脳会談にしていきたいと、このように思っております。ありがとうございました。 India will extend visa on arrival to Japanese cities including for business purpose from 1st March 2016 This is different from the electronic visa facility that is being extended globally